J1 リーグ鹿島アントラーズ対川崎フロンターレ戦は試合終盤に納得のいかない判定が続く試合展開となった。まずは後半79分、川崎フロンターレが1点を追う状況の中、鹿島ミッドフィルダーの仲間がスルーパスに反応し、川崎ディフェンダーの山村と入れ替えればチャンスというシーンで山村が体を入れてブロック。このプレーに VAR が介入し、山村は独走で一発退場となった。決定機の阻止というにはかなり疑問が残るが、判定は変わらず川崎はさらに苦しい状況となった。その後川崎が同点に追いつく展開となり、後半ロスタイムにまたも疑惑の判定が起きる。ペナルティーエリア内での攻防から川崎ミッドフィルダーの立花が放ったシュートを鹿島ミッドフィルダーの荒木が体を張ってブロック。しかしこれがハンドの判定となり、こちらも一発退場となった。画像で見る限り肩に当たっているようにも見えるが、 VAR で確認の結果川崎の PK となった。川崎ミッドフィルダーの家永が左隅に放った PK は鹿島ゴールキーパーの早川がセーブ。スーパーセーブかと思われたが、川崎サイドは早川が蹴る前にゴールラインから動いていると抗議、またも VAR で確認となり、結果蹴り直しとなった。この2度目の PK を沈め川崎が逆転勝利を収めている。疑惑の判定と VAR に振り回される後味の悪い試合となった。